今回は英語ですさあ5分いただきますよろしくお願いしますほあれほいや5分って早いな <laughs> じゃあ今回英語やっていきましょうでまあ前回のね版書そのまま使っていくんですがまずランキング第1位何かっていうとここここで時間取ってんじゃねって思うけどねでも大事なんよ、えー、テ,ステスト勉強ねテスト勉強を、えー、間に合わないランキング第1位です 主要語科目の中では一番間に合わないですね。特にその英語が苦手な方、苦手意識が強い方っていうのは、その苦手意識が強い方が立てた計画通りやってもあんま伸びないっていう、間に合わないってことが多いです。それが何でかっていうのを説明していきます。 で、前回同様、教科書、ワーク、プリント、お前誰って、まあこの4つがよく出てくるんですけど、まあお前誰に関してはね、まあ、しょうがないです。前回同様同じく、いろんな問題集とかを買ってきたりとか、いろんな長文問題に触れてやっていくしかない。で、ここ結構出す先生が多いんだよね。まあ、でも今回ちょっとそこではなくて、上の方やっていきましょう。で、まずね、この教科書に載ってる本文、あるじゃないですか。まあそれで今文法とか勉強していくわけですけど、これをやったら、 覚えなさいみたいなことを言ってくる人は、これをそのまま出す傾向があります、まあとまあ。もちろんね、このまま出してくれると、テストとしては取りやすいです。英語が苦手な方も、英語の本文を覚えておけば、ある程度穴埋めとかも取れるっていうね、状況にはなるんですが、まあ、本文を覚えさせたところで、正直受験勉強とかそれ何の力になってんねんって話になるから、まあまあ、覚えさせる先生は覚えてもいいかなっていう感じ。でも、本文を全部丸暗記できなくてもいいんだけど、何の話をしてるか、その意味ね。 の部分は必ず覚えましょう。英語覚えろって言ってるわけじゃないからね。本文の意味は絶対に覚えていくる。日本語の部分だから。そこは頑張ろう。いいかな。で、このワークプリントなんだけど、プリントは結構多いですね。英語の先生使う先生が多い傾向があって、やっぱそこも出てきます。だから、まあ数学と同じなんですけど、まず本文確認します。で、ワークとプリント、こっからある程度ね、意味を抑えた状態で、ワークプリントをやっていく必要があるんですけど、 えさっき言ったテスト勉強間に合わない理由それは何かっていうとやはり英単語です単語だからここにね書いたんだけど普段から単語をやろうとおそらくね英単語大事だよっていうのは人生一度は誰かに言われてると思います大事なんですテスト勉強においても受験勉強においてもねで何を普段からやるかっていうと例えば 教科書ってさ、まあちょっと教科書によって違うかもしれないけど、1の 1, 1、2, 1の2、1の3みたいな、なんか変なまとめがあって、2の1みたいな順番でやっていくじゃないですか。で、1個の、このまとまり ?2 の1みたいのを、だいたいまあ授業で2時間ぐらい使ってやるのかな中学校だと。高校だと早いかもしれんけど。まあ2、3時間使うと。で、1週間に例えば3時間、4時間英語授業があるとしたら、1週間の半分ぐらい、4日か。4日で1つの塊をやるっていうペースだとします。 いいかい ?4 日でね。授業時間2時間で。その時にさ、だいたいこの一塊に載ってる A 単語。教科書のさ、端っこに載ってんじゃん。ここで出てくる単語って。あれの量って中学校だとまあ10から15なわけよ。たまにちょっと多いと20とかあるけど。だから、4日間で10単語覚えていけばいいわけ。ペースとしては。これ難しくないぞ。で、これをやっておくだけでテスト勉強がすげえ楽になります。 なんでかって英単語わかんなかったらまず言葉英単語を覚えてからじゃないとここが始まらないんだよねもちろん文法とかも大事よでも文法は結局ルールだから書き方のだから英単語をその単語自体をわかってればあとはルールを覚えるだけそんなに時間かかんないから問題はここだからだから普段からこのね自分今勉強してるところの単語だけは覚えておこうせめて意味だけは ただからまあ定期テストのことを考えたら意味からえと英語をかけなきゃいけないよ。勉強するっていうのがスタディだとかね。そういうふうに覚えなきゃいけないけれども4日でこのペース。まあ高校だったら3日か4日で2、30になるかもしれん。でもやっておくだけでテスト勉強をやろうって思った時にすげえ楽になるからここを大事にしてください。 もしね、もうテスト勉強ちょもうテストあるって、明日あるって方は見たらもうしょうがないんだけど、次のテストで行かそう。普段からやっておくだけですっげえ楽になるから、テスト勉強に関してはね。で、あとはこの流れでやってください。で、前回ね、話終わらなかったんですけど、英語も一緒です。ただ、英語のワークっていうのは、その問題のすぐ下に書いたりとか、その並び替えとかもさ、 こう、並び替えの英単語がこう書いてあるじゃん。で、使ったものをこうってなんか印つけなくなるじゃん。だからつけちゃうからさ、どうしても2回目がやりにくいのね。こういうのができない数学みたいに。できないから、やはりできれば1回目はノートにやる。良心的な先生はね、ワークノート提出許してくれる人もいるんだけど、あんまいないんだよね。そう、ワークで出せって言われるけど、2回やったらぜって腹くくって1回目はノートとかにやって2回目にこういうふうに、ワーク自体に書いていくっていう形でやってもらえたらと思います。はい、ということで。 今回は英語でした。ご視聴いただきありがとうございました。